いやあ、みんな、元気？僕は、体調崩してた、おーということで、皆さん、お久しぶりでーす。いやあ、大復活ということで、今回からドクターシングルレート、頑張っていきたいと思いまーす。今回使用するカッターは、前回のドクハレパン続きとなってまして、今回、バーナードを使っていきたいと思います。メガ進化ではなく、揚力層を使い、ノーマル Z で、Z 成長を、使用することにより、晴れ状態の時は成長で AC が2段階アップ、そして Z 技の効果で C が1段階アップということで C が3段階、上がります、そして C が3段階上がって何が仮想的かというと、実は、3段階上がることによって、メガボーマンダをヘドロバクターに確定一発で持っていくことが可能です。 S も勝ってるんで上からヘドバクってマンダを破壊となってます。二段階上昇だと、乱数だったんですよ。30% ぐらいの。30% は僕引けないんで、だったらもう Z 成長で3段階底上げして、メガマンダ破壊しようかと。まあ、他にもギガドレで、多分ガブリアスもなかなかいいダメージ、乱数、確定持ってたっけな？多分確定、持ってかない気がするな。でも回復全然いっぱいできるんで。ギガドレインを採用しました。そしてメザーフォームですね。鋼対策として。まあ、以上の4つの技構成で今回頑張っていきたいと思います。では、第1試合目やっていきましょう。はい。では、第1試合目始めていきましょう。カバリザ X かな、まあ、初手クローバーで一緒。初手クローバーからのバーナード。ラス1が問題だね。海竜がいるから。飛行 Z っぽいしなー。ついでに言うと。リザ X でしょ？これ二度キングがいいかな。クローバーバーナード二度キングこの3匹でいきたいと思いますと。バーナードで枯れるのは、ジバコイル、ミミッキュ、アシレーヌ、カバルドンあたり？リザ X、カイリュウ。カイリュウはおそらく、では対戦よろしくお願いします。カイリュウはおそらく丸付けがなくなってたら、いけるかなと。リザが Y ならこっちはいけるかなって、どっちかって感じかな。X は難しいなぁ。さあ、初手アシレーヌ。初手からアシレーヌ。やめてよ。やめてよ。この動画をバンさせないでよ、アシレーヌ。この動画をバンさせるか、させるか、お前は。で、日本バレ打ちます。この動画をバンさせるか。やめろよ。絶対やめろよ。絶対にやめろよ。絶対にやめろよ。絶対にやめろよ。カットとかやめろよ。OK。普通に打つんけーい。効かね。それは晴れてるから効かないか。半減か、OKOK。普通の歌方のアリアって、大丈夫だよね。ちょっと怖いから僕、モザイクかけるわ。わかんねえ。大丈夫なのかわかんないから、一応モザイクかけとこう、アシレーヌに。一応オスだから。オスだから大丈夫。大丈夫じゃなくて、あるか。オスでもメスでも関係ねえわ。Z 成長、かましていきます。こっから起点にしていくよ、アシレーヌを。おそらく交代。さすがにレイビレ倒そうなんていう、どうせメガ進化だろうと思ってるし、あ、でも日本バレだから、揚力層だから、メガ進化しないってわかってるか。ってことなると、引っ込めるんけ。何ですか？リザー、ワイ臭いなぁ。ワイ臭いなぁ。ワイ臭いけど、もう戻れないんだよねもう全力出しちゃったから、無理なんだよね。戻れない。あ、ワイでも関係なし、無理だ。何考えてんだと。何考えてんだと。ひでりじゃないかと。砂起こしじゃなくて、ひでりじゃないかと。関係ねえわ。ヘドバック打ちます。関係ねえ、関係ねえ。って、お前も Y かーい。カバリザ Y かーい。裏にカバいないんじゃない？そうなるとこれ。そうなると裏にカバがいない説あると思います。ヘドロバックダウン。キャプテン一発！素晴らしいと。あー、気持ちいい。気持ちいい。さあ、ラス1は何ですか？アシレーヌと何ですか？カバルドンいるんけーい。そこいるんけーい。
まあいいでしょう。カバルドの武器 HD かな HB かな、それによって違うかな。ここはまあギガドレイン、コウさん対戦ありがとうございました。はい、では第2試合目始めていきましょう。てことで、お相手がゾロアークいるなぁ。めんどくさいなぁ、ゾロアーク。まあ、黒バーナードからの何がいいんだ、これ。もう、バナでマンダ破壊をか、ことを前提で考えたら、ベティかな。ベティだな。ベティか？ミミッキュが辛いんだよね。で、ドラピオンいるから、叩き落とすが怖いから、ゴルバチョフ出せないし。ベティかなぁ。ベティだな。ということで、クロバーナード、ベートベートン、この3匹でいきたいと思います。1試合目とは別日の撮影になってます。1試合目はね、ちょっとね、病み上がりで、テンションもだだ下がり状態での撮影だったんですけど、まあ、今回、撮影日を変えて、テンションマックス、プラス体調も万全ということで、頑張っていきたいと思います。では対戦よろしくお願いしまーす。動きとしてはマンダ初手で来られたら無理なんで、それ以外だったらなんとか動きができる。でもゾロワークの化けのイリュージョンがあるから、本当にこれがシビルドンなのかどうかなんだよね。これが本当に、お前は本当にシビルドンなのか？お前は本当にシビルドンなのか教えてくれ。だけどここは日本バレ打つわ。本当にお前はシビルドンなのか。これでナイトバースト打ってきたら笑うわ。シビルドンのナイトバースト。まあそんなことねえか。お、ヒデリエ溶けるんだ。え、マジで？ヒデリエ溶けるんだ。へぇ、初めて知った。あれ違う、え、ん、ヒデリエ溶けるのか、ちょっと待って。これ、ヒデリエ溶けるのか、Z 技の前に溶けるのか、どっち、どっちこれ。そこなんだけど。ヒデリの効果で溶けるのか、Z 技する前に、その強制で溶けるのか、どっちなんだろう。多分、後者かな。多分、校舎っぽいよな。多分、Z 技で溶けてるよね、これ。多分、Z 技で溶けてるよね。成長積みます。一瞬ビビったわ。ヒデリで溶けるんかいって一瞬思っちまったわ。Z 確定したんで、タスキないんで、とりあえず、成長積みます。行くぞ、バーナード。全力でポーズを決めるんだ。ピン。よし。C3 段階上昇。頑張っていきましょう。成長。ぐぐ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 ーん。さあ、これで全抜き体制は整いました。ナイトバースト、バッ、コーンとしてくる。効くね。そこそこ。急所か。急所でそれだったらもう、躊躇しちゃおっか。耐久もあんまなさそうだし。躊躇していきまーす。チュ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 。オッケー。ドラッグ突破。さあ、回復もついでに可能と。だからギガドレインっていいんですよね。ソーラーウィームじゃなくてギガドレインを採用している理由はこういうとこにあります。さあ次のポケモンは何だい？マンダかい？マンダさんかい？申し訳ない。ボーマンピエ。さあそれは HD なのかな？それは HD なのかな？ HD じゃなければ確定で持っていきますよ。AS マンダなら確定ですよ。ヒサコさん、かませ、バーナード。ヘドロ爆弾、かませー。うらー、アタッカーマンダは確定一発なんじゃ。これが見せたかった。あー、満足。満足、満足、一本満足。あー、一本満足。はっ、ね、あ、ラストはシビルドンだね、やっぱり。やっぱシビルドンさんですね。イリュージョンで化けてたんで。ラストもヘドロ爆弾で終わりと。対戦ありがとうございました。今回ね、動画時間ちょっと短いかもしれませんが、この辺で終わりたいと思います。もう今日ね、動画2本上がってるんで、許してくださーい。許してにゃん。今日動画2本上がってるんで、こんなもんでお願いしまーす。ということで、
また次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。